家側の視点からしたら、あまりメリットはないのかなと。それを実績として、じゃあ自分がどう使っていくか。はい、矢島です。よろしくお願いします。今日もやっていきたいと思います。今日はですね、実際にいただいたご質問にお答えしていく形で、お届けしていきたいなと思うんですけれども、今日のテーマは、営業された時にどう対応したらいいのかっていうようなテーマなんですけど、じゃあ営業といってもどんな営業なのっていうところからですね、今多いのがですね、インスタグラムでの営業。そこについてちょっと今日お話ししていきたいんですけれども、まあ、インスタグラム上でですね、よく DM で営業、まあ、僕もよく来たりするんですけれども、まあ、具体的にどんな営業が多いかっていうと、インスタグラム上の絵を描かれている方の画像を集めて、それをいろいろアップしていきたいんで、作品を5つぐらい無料で掲載させていただけませんかとか、まあ、そんな感じのインスタグラム上のフィードっていうんですかね、投稿が並んでるところ、そこを利用して、まあ、ギャラリーというか美術館というか、まあ、作品のアカウントを構築しますみたいなものがすごく今多くてですね。で、それに乗っけたいんですけどっていうような営業が一番多いのかな。まあそういった感じで声をかけられる方が多くてですね。で、僕自身そういった方からのこういうの来てるんですけども、怪しいですかとか、こういうのってどうなんですかっていうお声をいただくことがあるので、今日ちょっと動画でその辺についてですね、お話しさせていただきたいなと思います。この怪しい怪しくないに関しては、基本的にお金を要求されない限り、そんなに怪しいものではないかなと思ってます。肝心の、じゃあそれに掲載した方がいいのか、良くないのかっていうところなんですけども、作家側の視点からしたら、あまりメリットはないのかなと思ってます。というのもですね、まあ、作家がメリットとして求めるのであれば、無料で掲載してもらって、で、そこで、自分とは関係ないところで、いろんな人に見てもらってファンができるとか、そこから絵の注文が入るっていうのが、多分理想的なゴールだと思うんですけども、まあ、そもそも、そこのコンテンツとか、フォロワーさんが何万もいるとかであれば、まあ、試しに出してみるのはありかもしれないんですけども、あまり期待はできないかなと。そこに載せたからといっても、やっぱ美術館とか、そういうところの展示をするっていうものは、まあ、別の動画でもお話ししたことありますけれども、まあ、基本的には出展料を払って、出すっていうケースが、まあ、往々にしては多いですが、まあ、そこで出して同行以上に、それを実績として、じゃあ自分がどう使っていくか。ここの部分を目的にですね、一般的に絵に興味がない、絵のこと詳しくないっていう人でも知ってるような美術館に出したことあるんですよとか、まあ、そういうものがあれば、誰が見ても、え、あそこで出されたんですね、すごいですねって思ってもらって、なんか絵のことは興味ないですけど、ないけども、あそこで展示したんだったらこの人すごいんじゃないかとか、この作品ってよくわかんないけど、実は価値があるんじゃないかとか、そういう見え方がするんで、そういう力を借りるっていうところで、リアルの展示っていうのは利用する価値があるのかなと思うんですけども、インスタグラムのアカウント上で無料で掲載しますよと言ってもですね、今そこまで一般の方にここのアカウントで掲載してもらいましたとか、掲載されてますって言ったところでですね、もうそこまで、え、すごいってなるようなところって現実、まあ、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、ないと言ってしまっても過言ではないくらい、多分認知されてるものってないと思うんですよ。実際今動画を見られてる方も、あのインスタのなんかギャラリーみたいな感じすごいねみたいなでパッと思いつくのってそんなないと思うんですよね。その程度のものなので、あまり作家側がそこに出してどうこうなるっていうのは、まあ、あんまりないのかなと思ってます。じゃあ出さない方がいいのかっていうと、そうでもなくて結局決め手はですね、ご本人が出してみたいと思ったら出したらいいんじゃないのっていうレベルですね。ちょっとですね、深掘りし、というか、あの別の視点の話もしたいと思いまして、なぜそのアカウントを作ってる側はですね、無料掲載してまでいろんな人の作品を乗っけたいと思うのか。ここの視点を持つことがすごい大事だなと思っていて、要はですね、インスタグラムでフォロワーさんを増やす上で重要なことっていうのは、パッと見で、このアカウントってこういう情報発信してくれてるところなんだなっていう認識をしていただけるかどうかなんですよ、まず。見てる側がそのアカウントをパッと見た瞬間、このアカウントってこういう発信してるから自分にとって有益だなと思ったらフォローするんですよ。これが原理原則として覚えていただければなと思うんですけども、有益なコンテンツを発信する必要があるんですよね。そうしたアカウントを作りたいっていう方はですね、この有益なコンテンツとなる絵描きさんのいい作品を集めてきて、それを投稿するわけですよ。そうすると、何がいいかっていうと、自分ではコンテンツ作りを何もしないで、一貫性を持った有益なコンテンツを上げ続けることができるんですよ。
それを一から全部自分で作るとなると、やっぱ毎日投稿するのは難しいですし、やっぱどうしても手間とか労力がかかってくるんですけども、それを無料で掲載しますよっていう形で、もう全国各地から集めてしまえば、有料なコンテンツを週1回とかじゃなくて毎日、それこそ1日3回でも上げられるんですね。やっぱり SNS のいいところは、投稿頻度は多ければ多い方がいいと僕は思っていて、なのでそうした有益なコンテンツを一貫性を持って上げ続けられるっていうのが、コンテンツ作り側するとめちゃめちゃ、これはすごいことなんですよね。その手間が省けるっていうのはめちゃめちゃすごいことで、じゃあ結局その自分で作ってないコンテンツを上げずに、その全国から集めたいろんな画家というか作家の作品を上げてフォロワーを増やして何をしたいのかっていうところなんですけども、これはもちろん目的は、そのアカウントをやられている方はそれぞれ違うと思うんですけども、よくあるのは、やっぱり何万フォロワーいるんで、そのフォロワーの属性に合った商品を紹介しますとか、こんだけ絵に興味がある人が見てくれてる、集まってるフォロワーなんで、例えばこういう展示の紹介しますよっていうのは、広告の媒体として紹介して、広告費をもらうようなビジネスとして使われることが多いのかなと思いますね。そういった感じで、本当にこれ美術の業界限らず、いろんなジャンルで、インスタグラム問わずですけど、やっぱ作られてるものなのかなと思うので、やっぱそこに、なんか自分のコンテンツを、ちょっと言い方あれですけども、利用されてしまうっていうのはもったいないのかなっていうのは僕個人思っていてですね。やっぱり何度も動画で、これは重要なんで何回も言ってるんですけれども、やっぱサッカー自身が発信力を持って自分で発信できる。そのためのやっぱり今 SNS だったり、何でも、この YouTube しかりですけど、あるんで、やっぱりそこの自分自身で発信する力を、本当できるところから少しずつでいいんでやっていってもらえるのが一番いいのかなと思っています。でないとやっぱり消費される側、その作家として、作家を商品として、やっぱビジネスとしては捉えてやられてる方っていうのが、いるというか、そういうものなので、その消費される側になるのか、それとも自分が消費する側になるのか、この視点が、やっぱりその絵で食べていくとか、何かしら自分でビジネスとしてやっていくっていう場合には、必ず重要な視点になってくると思うので、一度改めて考えてみて、ちょっと良さそうな話とかに、ふわふわっていくんじゃなくて、やっぱり自分としては芯を持ちつつ、で、それをぶれないのであれば、そういうのもちょっとやってみるとか、やっぱり自分がやっていくとですね、そういうところに出すことによって、結果それが悪い影響になるんじゃないか、自分にとってマイナスになるんじゃないのかっていう視点も出てくるので、そういう視点もですね、持ちながら行動、できるようになっていけるといいのかなと、僕自身は思っています。ちょっとですね、今日の内容、深いというか、なかなかイメージしづらい部分もあるかと思うので、ぜひですね、ちょっとわからないことですとか、ということはこういうのってどうなんですかとか、ご質問とかですね、あればお気軽に、コメント欄ないし、インスタグラムでよく DM いただく方もいらっしゃいますけど、そんな形でですね、コミュニケーション取っていただければ、すぐ返せるものはコメントで返したりですね。またちょっとしっかり喋りたいなと思うのは、こうやって風に動画撮らせていただいて回答したいと思いますので、ぜひ引き続き、よろしくお願いします。ということでですね、今日はこんな感じで、締めていこうと思います。引き続きですね、役立つ情報発信していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。